じゃあ自分がその息子だって証明すればいいのか。エレベーター乗ります。開けます。階段で行ってもいいんだけどね。車の鍵、自分の部屋か。2階に行きます。俺はエレベーターの2階ボタンを押した。じゃあ取ってこよう。自分の部屋に行きます。ここだよね。調べます。小包み。テーブルの上にはお袋から届いた小包みが置いてある。これを持っていこう。小包みの箱の中には車のキーがある。俺は車のキーを手に取った。これを親父に渡したのがフランクだったのか。ではこれでまたじいさんのところに戻ろう。出まーす。またエレベーターでいいか。乗りまーす。開けまーす。で3階に行きます。これはエレベーターの3階ボタンを押した。移動がちょっとだるいよね。またフランクのじいさんのとこ行きます。302、ノックした方がいい。コンコン。鍵は開いてる。じゃあ入ろう。一応ね、一応ノックした。話します。待たせたな。アイドくん、グレゴリーの家族はどこだ。レイバーさん、俺が家族だ。なんだと？あんたに見てもらいたいものがある。これだ。これは鍵を覚えてた。そうだ、それはあんたが25年前にグレゴリーに渡した車のキーだ。そしてそれは25年前にダウンタウンの駐車場で死体になって発見された。俺の親父の遺品だ。なんだと？グレゴリーの本名はクリス・ハイドだ。25年前、クリス・ハイドは足を洗うために引き受けた最後の仕事に出かけて、その3日後に死体になって家族の元に帰ってきた。クリス・ハイドの事件は警察の捜査もそこそこに打ち切られ、今も未解決のままだ。レイバーさん、俺はクリス・ハイドの息子だ。だから俺はあんたの話を聞く権利がある。あんたが言った親父との約束の話も、親父の最後に何があったのか、そのすべてを。25年前、私はコンドルの尻尾をつかむためにグレゴリーと密約を結んだ。グレゴリーにとっては危険な仕事だったが、家族のために
どうしても足を洗いたいと願っていた。やつはそれを引き受けた。グレゴリーは密約を結ぶとき、私の顔をじっと見て一言こう言った。あんたのことを信じていいのかと。私はその問いに黙ってうなずいた。そのうなずきに嘘はなかったはずだったのに、私は何があったんだ。25年前のあの夜、グレゴリーは私との密約通りホテルの支配人室に侵入し、金庫を破り宝石を見つけて、明かりの消えた支配人室の窓辺に立って合図を送った。でも奴がいくら合図を送っても窓の外から返事の合図はなかった。なぜだ？あんたはどうして返事の合図を送らなかった？いなかったからだ。私はそこに。なんだと？なんでいなかったの？あの夜、ホテルの前で待機していた私に、スペックは一枚のメモを渡した。そのメモには、こう書かれていた。妻の容態が急変したので至急入院先の病院へ来てくれと。私はそのメモを見てスペックに現場を任せて病院に向かった。なるほど、そうだ、私はグレゴリーの仕事が終わらないうちに現場を離れたんだ。グレゴリーは私がホテルの外で待っていると思っていたのに、グレゴリーは私が合図を受けて支配人室に踏み込むのを待っていたのに、私は自分の家族が心配で現場を離れてしまった。それもあのスペックにまんまと騙されてな。騙されただと？そうだ、スペックの伝言は偽りだった。でも妻の病院についてそのことが分かって現場に戻った時、スペックは私にこう言った。自分はメモを預かっただけだ、中身については知らないと。そしてこうも言った。支配人室からの合図はなかったと。スペックはあんたに嘘の報告をしたのか？そうだ、あの男は現場の警官にも口封じをしていて、私がその事実を知ったのはあの男に告発された後のことだった。ハイド君、許してくれ。25年前、私がスペックとコンドルの関係に気づいていれば、いや、あの日、私がスペックに任せてあの場を離れなければ、君の父親は死なずに済んだ。それが全てか。そうだ。それが君が知りたがった25年前の金庫破りの死の真相だ。何か言いたいことはないのか？何を言えと言うんだ？悪いが、あんたのことは責める気もしない。今俺の胸の中にあるのは、親父がどんな思いを残して死んでいったのかということだけだ。そうか。
ハイド君、一つだけ聞かせてくれ。君はいつ知ったんだ？このアパートで父親が殺されていたこと。ついさっきだ。4階で見つけたマイケルの日記に書かれていた。え？君はマイケルの記録を見つけたのか？ああ、見つけたが、そこにはヒュースペックを特定する情報は何も書かれていなかった。そうか。そういえば君はマイケル・マクベイの息子とも話していたな。念のため確認するが、その男からはあんたに役立ちそうな手がかりがあればすでに話している。そうだな。だが、できれば私も一度話をしてみたいのだが。いや、もう帰ってこないのよ。それは無理だ。奴はここから出て行った。もう姿を現すこともない。出て行っただと？もしかしてマイケルの息子はここに住んでいたのか？そうだ、やつは306号室に住んでいた。すぐ近くに。え、あの男が？そうだったのか。がっかりするな。ヒュースペック教団の証拠は俺が見つける。ハイド君、このアパートに隠された過去の事実は俺が全て明らかにする。年寄りは出しゃばらず、ここで待っていてくれ。なんだと？ハラスメント。無理をするなと言ってるんだ。危険なことは俺がやる。わかった。捜索は君に任せよう。ハイド君、これを持っていけ。なんかくれる。これはビルから受け取ったポストカードの片割れだ。ああ、そんなのあったね。俺はポストカードの片割れを受け取った。そのポストカードは私が4階を捜索して唯一手に入れた手がかりだ。何かの役に立つかもしれない。それからパトリス夫人に話を聞きたいか？もちろん。あの人には聞かなくてはいけないことがまだたくさんある。でも今は俺を警戒しているから話が聞けない。じゃあ私が電話して君がナイルじゃなかったと話しておく。優しい。うまく話せば部屋から出てくるだろう。わかった。頼んだぞ。レバーさん、最後に一つ聞かせてくれ。なんだ？親父はどんな男だった？一度だけ一緒に酒を飲んだことがある。その時に思った。見かけよりタフな男だと。口数は少なかったが、相手の目を見てちゃんと話す男だった。息子の話を聞かされた。野球の選手になりたがってると言っていた。息子の話をしてるときは普
通の父親だった。そうか。長いをしたな。俺はフランクの部屋を後にした。親父のことが分かっても真実はまだ全て明らかになっていない。マイケルが残したポストカード、コンドルの文様の鍵、消えたレッドスターと旧スペック教団の証拠、俺を疑ってまで隠したかったアパートの秘密。パトリス夫人は一体どこまで知っているんだ？9時。じゃあ部屋を出たが、さっきのポストカードを組み合わせてみようか。これの組み合わせる、これ決定。どうなる？俺は2枚のポストカードを組み合わせた。それは1枚の月のポストカードになった。月の絵のポストカードか。まあ破れててもわかるけどね。ん？カードの裏に何か書かれている。おお、なんだこれ。まるで暗号表のようだが、マイケルが残したこのポストカードにはどんな意味があるんだ？何かに使えるやつだね、多分ね。パトリスに電話してくれたかな、じいさん。降りよう。乗ります。では1階に行こう。1階。これはエレベーターの1階ボタンを押した。パトリス出てくるかね。じゃあノックしよう。コンコン、出てこいや。どうなった？部屋の中からパトリスの声が聞こえた。パトリス夫人、あなたに話がある。アイドさん、レイバーさんから連絡を受けているわ。あ、連絡してくれた。何のお話かしら。とりあえず出てきてほしい。マイケル・マクベインが残していた日記のことで話がある。わかったわ。出てきた。どうぞ中に入って。こいつラスボスか。ドア離そう。パトリス夫人、何かしら。まさかあなたにあんなことがやれるとは思わなかった。催眠スプレーとかね。私もあなたがあんなことをする人だとは思わなかったわ。あなたはなぜハモった。あんなことどんだけ気が合うんだ。もう分かっているはずだ。俺はナイルの息がかかった人間じゃない。じゃああなたはどうして4階を調べたり
あの鍵を持ち出したりしたの？どうしてあの鍵を俺が持ち出したと分かった？あんなことする人、あなたしかいないと思ったわ。近頃、急に私にいろんな話を聞きたがったり、仕事にも行かず、毎日アパートの中をうろついていたでしょう。それに、ディランから言われていたのよ。あなたは怪しいから気をつけろと。そうか、笑ってる。何がおかしいの？おこだ、おこ。まさかあなたがディランみたいな男の言葉を信用するとは思わなかった。え、気がついてなかったのか？ディランはあなたを監視するためにナイルから送り込まれた男だ。なんですって？ディランが監視していたのはあなただけじゃない。奴はこのアパートに住んでいたコンドルの一員の家族二人も監視していた。コンドルの一員の家族ですって？一体誰のことなの？あなたが今コンドルと関わる気がないのなら、その家族が誰なのかも知らないままの方がいい。ディランもあなたが気づかなかったからこそ黙って出て行ってくれた。そうね、わかったわ。でもまだわからないことがあるのよ。なんだ？あなたのことよ。あなたは一体何者なの？俺は25年前にホテルの支配人室で殺された金庫破りの息子だ。何ですって？あなたにも話したはずだ。親父が9歳の時に殺されたことを。25年前、俺の親父は足を洗うために引き受けた最後の仕事に出かけて、その3日後に死体になって家に帰ってきた。親父の事件は今も未解決だ。その親父が25年前、ホテルケープウエストで行われていたコンドルの宝石密売の事件捜査に巻き込まれて殺されたことを知ったのは、このアパートの立ち退きを知らされた後のことだった。あなたはどうやって事件のことを知ったの？このアパートに住んでいたコンドルの関係者から知らされた。そいつは言った。25年前、親父がレッドスターを盗みに入った。そしてその時、レッドスターも消えたと。レッドスター。俺はそれを知らされて決意した。このアパートの過去に隠されているすべてを明らかにすると。私の部屋を調べたのもそのためなの？そうだ。あなたはどうしてコンドルの過去の傷跡が残っているこの建物を買ったんだ？そしてどうしてこのアパートを突然売ることにした？どうか話してくれ。あなたが知っていることすべてを。あなたはコンドルのことをどこまで知っているんだ？もうコンドルのことなんて話したくないわ。
何も聞かないで。これは突っ込みます。パトリス夫人、ここは聞き流すわけにはいかない。話したくないのはなぜだ。あなたの夫がコンドルの首謀者だったからか。あなたがコンドルの首謀者だったからか。こっちじゃないの、こっちだね。旦那さんがコンドルの首謀者。あなたの夫のジョージがコンドルの首謀者だったからか。そうよ。あの人は指を怪我してサックスを吹けなくなった時から変わっていったわ。最初の仕事は店の客から持ちかけられた話だったわ。それがうまくいってあの人はあの仕事から抜けられなくなったの。そしていつの間にかコンドル名乗る窃盗団の首謀者になっていたわ。そして幼なじみでホテルの支配人をしていたマイケルと組んで盗んだ宝石の密売方法を考え出したの。13年前にキャシー・マクベインを殺したのは誰だ。うん、黙ってるけど突っ込みます。話したくないのなら俺から話そう。キャシー殺害の犯人はあなただ。ジョージ・パトリスだ。これは旦那さん、ジョージ・パトリスだ。そうよ。キャシーを殺したのはジョージよ。どうして殺したんだ。ジョージは私に言ったわ。マイケルの裏切りに対する報復だと。聞いていこう。どんな密売方法を考え出したんだ。ジョージとマイケルはどんな密売方法を考え出したんだ。ジョージは奪ってきた宝石を自分たちの手元に置かずマイケルに預けていたわ。マイケルはその宝石を支配人室の金庫を使って保管していたの。密売相手が決まるとジョージはマイケルに連絡し、マイケルはホテルを訪れる密売相手に宝石と現金を引き換えで渡し、その現金をその日のうちにジョージに届けて手数料を受け取っていたわ。じゃあホテルでパーティーが開かれていたのは客から宝石を盗むためか、宝石の密売相手を集めるためか。こっちだね。ホテルのパーティーは密売相手を集めるためのものだったのか。そうよ。ホテルでは定期的にパーティーが開かれていたわ。密売相手を集めるためにね。宝石の受け渡しは客室で行われていたのか。宝石の受け渡しは客室では絶対に行わないと上司は言ってたわ。きっとホテルの中にある特別な部屋を使っていたのよ。特別な部屋。マイケルはどんな裏切りをしたんだ。マイケルはどんな裏切りをしたんだ。25年前ホテルの金庫が狙われるという情報がジョージに入ってきたの。ジョージはそのことをマイケルに知らせて金庫を守らせたわ。その時ホテルの金庫にはまだ密売相手が決まらない宝石が保管されていたの。それがレッドスターよ。そしてジョージの情報通り支配人室には侵入者が現れ、マイケルはその男を撃ったの。
マイケルはその男の死体をホテルのワインクーラーの中に隠して、2日後にその死体をどこかに置き去ったと言っていたわ。その事件が起きた後、マイケルは言い出したの。レッドスターが消えたと。マイケルはこう言ったわ。自分が男を撃った時には金庫はすでに破られていて、レッドスターはなかったと。ジョージはその言葉を信じたのか？ええ、その時は信じたふりをしたわ。ふり？マイケルを追い詰めて、密売の場をなくしたくはないと思っていたのでしょう。ジョージはそういう計算をする男だったから。でもその12年後にあの人はマイケルに報復を実行したわ。ジョージが12年も過ぎて裏切りの報復を実行した理由、それはマイケルが密売から手を引こうとしたからか、マイケルがレッドスターを売ったからか。上だね、こっちだね。マイケルが密売から手を引こうとしたからか。ええ、そうよ。13年前マイケルはホテルが閉館になるのを引き際にしてコンドルと縁を切ろうとしたのよ。ジョージはそれが許せなかったの。それに質問が追加された。特別な部屋はどこにあったんだ。宝石の密売に使われていた特別な部屋はホテルのどこにあったんだ。私はその部屋がどこにあったかなんてこと知らないわ。アパートに改装した時にもその部屋を見つけることはできなかったの。そうか。ハイドさん、あなたがここから持ち出したあの鍵はきっとその特別な部屋の鍵だわ。なんだと？あの鍵はジョージの遺品の中にあったものなの。でもあれが何の鍵なのか今も分かっていない。アイドさん、あなたはその特別な部屋を探すつもりなの？そのつもりだ。もしこのアパートの中にその部屋が残っているなら。そうなの。ジョージの復讐には他にも理由があったのか。キャシーとの付き合いがそろそろ面倒になっていたの。どういうことだ？ジョージとキャシーは通じていたのよ。マイケルと私を裏切って通じていた？ん？ラブラブだったってこと？